にちは、新州読書会の宮沢です。今日は阿弥陀経巻文書き下しで読み上げていきます。自分のために読み上げてますので、噛んだり聞き取りづらいところあると思いますが、お付き合いください。仏の時たまえし阿弥陀経、養心の三蔵法師、くまら十、みことのりを奉じて訳す。序説。格のごとく我聞けり。ある時、仏、舎への国、下寿喜孤独院にいまして、大宿主1250人と共なりき、皆これ大あらかんにして衆に知識せられたり、すなわち長老舎利発、マカモッケンレン、マカカショウ、マカカセンネン、マカクチラ、リハタ、シュリハンダカ、ナンダ、アナンダ、ラゴラ、教本派大、ビンズル原田、カルダイ、マカコーヒンナ、ハックラ、アヌルロダ、アヌルダ、格のごときらの諸々の大弟子、並びに諸々の菩薩、摩訶薩、すなわち文殊師利法師、相多菩薩、現高大菩薩、上生人菩薩、格のごときら諸々の大菩薩及び釈大観音らの無量の諸天大衆と共なりき。小説1、極楽の国土と聖樹。聖樹。その時、仏、長老、舎利発に告げたも、これより西方の十万億の仏像を過ぎて世界あり、名付けて極楽という。その土に仏ありて阿弥陀と号す。彼今現にいまして説法したも、舎利発よ、彼の土、何が故に名付けて極楽とする。この国の諸情、もろもろの苦しみあることなく、ただもろもろの楽しみのみを置く。彼が故に極楽と名付く。また舎利発よ、極楽国土には七重の蘭順、七重の羅網、七重の郷寿あり。皆これ四方正相に死異形せり。この故に他の国を名付けて極楽という。また舎利発よ、極楽国土には七宝の池あり、八九毒の水、その中に十万せり。池の底もっぱら持って今者を地にしけり。池の四辺街道コン、ゴン、ルリ、ハリよりなる。街道の上に楼閣あり、またコン、ゴン、ルリ、ハリ、シャコ、シャクシュ、メノウを持ってこれを言辞期す。地中の蓮華、大いさ車輪のごとし、しかも青色には石膏、黄色には王冠、赤色には釈光、白色には発光ありて、耳を高潔なり、舎利発よ、極楽国土には格のごとき功徳荘厳を成就せり。また舎利発よ、他の仏国土、常に天覚をなし、黄金を地とす。昼夜6時に曼だらけの雨を降らす。曼だらけを雨降らす。その国の荘寿、常に荘譚を持っておのおの絵国を用いて、もろもろの名家を盛り、他方、世界の十万億の仏を供養す。すなわち、食事をもって本国に厳等して梵食し、謹慎す。舎利発よ、極楽国土には格のごとき功徳荘厳を成就せり。また次に舎利発よ、他の国には常に種々の奇妙、雑色の鳥あり、白虎、孔雀、オウム、舎利、火燎瓶が愚妙の鳥なり。この諸々の鳥、昼夜6時に我の声を出す。その声、五根、五力、七菩提分、八正道分、格のごときらの法を延長す。その道の主情、この声を聞き終わりて、皆、ことごとく、仏を念じ、法を念じ、僧を念ず。舎利発よ、何時この鳥、実にこれ財宝の庄なりと思うことなかれ。故はいかに、かの仏国土には三幕主なければなり。舎利発よ、その仏国土にはなお三幕堂の名すらなし。いかに言わんや、実体あらんや、この諸々の鳥皆、これ阿弥陀仏、法音をして千るせしめんと押して変化したまえる所作なり。舎利発よ、かの仏国土には未風水道するや、諸々の法号寺及び法羅網、微妙の声を出す。
例えば百選手の学同時に共になすがごとし、この声を聞く者皆次年に念仏念亡念想の心生ず、舎利発よ、その仏国土には核のごとき他の愚毒称号を成就せり、舎利発よ、何時が心においていかにかの仏何がゆえに阿弥陀と号する、舎利発よ、かの仏光明を無量にして十方の国を照らすに生下するところなし、このゆえに号して阿弥陀とす、また舎利発よ、かの仏の寿命およびその人の寿命も無量無変阿僧祇光なり、かるがゆえに阿弥陀と名付く、舎利発よ、阿弥陀仏仏となりてよりこの方未だ実行なり、また舎利発よ、かの仏無量無変の正門の弟子あり、皆あらかんにしてこれ三樹のよく知るところにあらず、もろもろの菩薩種もまた角度ごとし、舎利発よ、各家の仏国土には各度ごとき愚毒称号に成就せり、また舎利発よ、極楽国土には主生生まれん者皆これアビバッチなり、その中に多く一生不生の菩薩あり、その数甚だ多し、これ三樹のよくこれを知るところにあらず、ただ無量無変阿僧祇光をもって説くべし。2. 念仏による浄土往生。舎利発よ、主生極楽国土および阿弥陀仏と生寿のことを聞かん者、まさに願を起こして他の国に生まれんと願うべし。ゆえはいかに核のごとき諸々の上善人と共に一緒に会うことを得ればなり、舎利発よ、生なる善根善言福徳の因縁をもって他の国に生まれることを上からず、舎利発よ、もし善男子善女人ありて阿弥陀仏の名号を説くことを聞き、名号を習字せんに、もしは1日、もしは2日、もしは3日、もしは4日、もしは5日、もしは6日、もしは7日の間一心不乱ならば、その人命を終わる時に望んで阿弥陀仏もろもろの生寿と共に現じて、その前にマシマさん、この人命を終わる時心転動せず、命を終わるやすなわち阿弥陀仏の極楽国土に往生することを縁。3. 釈尊と諸仏の証明を挙げて真を進む。舎利発よ、我この理を見る。かるがゆえにこの言を説く。もし史上ありってこの説を聞かば、まさに願を起こしてかの国土に生まるべしと。舎利発よ、我今阿弥陀仏の不可思議の功徳を算段するごとく、核のごとく逃亡にもまた足首仏、趣味僧仏、大趣味仏、趣味好仏、妙音仏、核のごときらの豪華の砂の数ほどの諸仏ありて、おのおのその国において向上の絶相を出し、あまねく三千大世界を覆いてほど常実の芸を説きたもう。何時ら主生よ、まさにこの阿弥陀仏の不可思議の功徳を称賛する一切の諸仏に五年せらると名づくる経を信ずべしと。舎利発よ、南方世界に日月等仏、明門光仏、大円見仏、趣味等仏、無量精進仏、各のごときらの豪華の砂の数ほどの諸仏ありて、おのおのその国において向上の絶相を出し、あまねく三千大千世界を置いてこの常実の言を説きたもう。何時ら主生よ、まさにこの不可思議の功徳を称賛する一切諸仏に五年せらると名づくる経を信ずべしと。舎利発よ、西方世界に無量寿仏、無量僧仏、無量動仏、大好物、大名物、放送物、上好物、核のごときらの豪華の砂の数ほどの諸物ありて、おのおのその国において向上の絶相を出し、あまねく三千大千世界を置いて、この常実の言を説きたも、何時ら主生よ、まさにこの不可思議の功徳を称賛する一切諸物に五年せらると名づくる経を信ずべしと。舎利発よ、北方世界に円見仏、最小音仏、南祖仏、日照仏、毛明仏、核のごときらの豪華の砂の数ほどの諸仏ありて、おのおのその国において向上の絶相を出し、あまねく三千大千世界を置いて、この常実の言を説きたも、何時ら主生よ、まさにこの不可思議の功徳を称賛する一切
諸仏の五年セラルと名付くる教を信ずべしと。シャリホツよ、下法世界に獅子仏、妙門仏、妙高仏、ダルマ仏、王道仏、地方仏、各のごときらの黄河の砂の数ほどの諸仏ありて、おのおのその国において向上の絶相を出し、あまねく三千大千世界を置いて、この常実の言を解きたも、何時ら主上よ、まさにこの不可思議の功徳の称賛する、一切諸仏に五年せらると名付くる教を信ずべしと。シャリホツよ、情報世界に、煩悩仏、宿王仏、工場仏、高校仏、大円見仏、雑式法華厳心仏、シャラジ王仏、法華徳仏、兼一切義仏、女趣味仙仏、各のごときらの豪華の砂の数ほどの諸仏ありて、おのおのその国において向上の絶相を出し、あまねく三千大千世界を置いて、この常実の言を説きたも、何時ら主上よ、まさにこの不可思議の功徳を称賛する、一切諸仏に五年せらると名付くる教を信ずべしと。シャリホツよ、何時の心において、いかに何が故に名付けて、一切諸仏に五年せらると名付くる教とする。シャリホツよ、もし善男子善女人ありて、この諸仏の説くところの阿弥陀仏の名、皆、およびこの経の名を聞かば、この諸々の善男子、善女人皆、一切諸仏の共に五年するところとなりて、皆、あのくたら三脈だ、三菩薩、三菩提より大転せざることを追う。このゆえにシャリホツよ、何時ら皆、まさに我が語および諸仏の説くところを信じすべし。シャリホツよ、もし人ありて、すでに癌を起こし、今癌を起こし、まさに癌を起こして、阿弥陀仏の国に生まれんと欲せば、この諸々の人ら、皆、あのくたら三脈三菩提より大転せざることを得て、かの国土において、もしはすでに生まれ、もしは今生まれ、もしはまさに生まれん。このゆえにシャリホツよ、諸々の善男子、善女人にして、もし真あらば、まさに癌を起こしてかの国土に生まれるべし。シャリホツよ、我、今、諸仏の不可思議の功徳を称賛するごとく、かの諸仏らも、また我が不可思議の功徳の称説して、この言をなし、釈迦牟尼仏、よく人難稽古のことを成したまえり、すなわちよく娑婆国土の五濁悪世の五濁、賢濁、煩悩濁、清浄濁、妙濁の中において、あのくたら三脈三菩提を得て、もろもろの師匠のために、この一切世間の難信の法を解きたまえりと。シャリホツよ、まさに知るべし、我、五濁悪世において、この難事を行じ、あのくたら三脈三菩提を得て、一切世間のためにこの難信の法を解けり、これを人難のこととす。結語、仏この経を解き終わるや、シャリホツおよびもろもろの比丘、一切世間の天、人、阿修羅等、仏の時たまえしところを聞きて、歓喜真珠して、礼をなして去りぬ。仏の時たまえし、阿弥陀経。終わりです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。